いや本当になんかね、どんどん卒業していってしまうなって思う。だ祭りの推しとかもすごいみんないなくなっちゃって、祭りでも過去にもう3人推し卒業してるから、ちょっともう怖いものない。いや怖いよ怖いけど推しの卒業めっちゃ怖いけど、もう3人卒業してるからね、みんなより多分太い心ずぶとい、うん、と思うわ。うん、怖いのは怖いわ。毎回号泣。いやーでもね、しょうがないよね、悲しいもんね。やだよ、やだ、卒業しないでよって言いたいよね、言っちゃうんだよね。でも祭りは卒業しないでくださいやめて、なかったことにしてくださいって言っちゃう。そうそう、うん、推し卒業したら生きていけるかな。あのね、わかるその気持ち。でもなんだかんだ生きていってる祭りは。だってさ、推しからしたらさ、ね、自分が卒業したことによってね、生きていけないって推しが辛いと思うんだよね、それは。だからその推しのそのね、卒業して明るい未来に進んでいくんだったら、それはそれで幸せなことなんだよ。この世界のどこかで生き続けて、確かに祭りたちオタクが干渉できないかもしんないけど、それでもどっかで生きてるから、自分も強く生きていかないといけないんだって思う。またどこかで会えたらいいなって思って生きていくんだよみんなね。うん、まつりちゃんはね、全然卒業するもう匂いもかけらもない。もうまつりはホロライブの汁をすすっていくんだ今後も、うん、あの味がしなくなるまでもうすすっていく、うん、居座り続ける、うん帰省していく ずっとここにいる。だってさ、祭りまだ、まあ、まだって言っちゃったもう5年経ちますけど、あと2ヶ月で5年ってすごくない？ 5 年も続けるそうに正直入った当時なかったんだよね。そう、何回も言ってるかもしれないけど、最初なんか1年とかの感覚で入ったっていうか、そもそもなんか VTuber 好きで入っちゃったから、うん、よし働くぞっていう感じで入ってきてないから、なんか楽しくなんかやっていけたらいいな、ルンルーンみたいな感じで入ってきたから、なんかでもなんかそんな感じだから5年続いたのかもしれない。うん、いやバイトとも思ってなかった。ただ VTuber という世界が盛り上がればお金なんていらないって思って、でも楽しくみんなで VTuber を盛り上げようっていう感じで入ってきた。そうだから、お金がどうのとかじゃなかったんだよね、祭りが入った時。でお金もらえると思って入ってなかったから、なんか最初ね、逆に嬉しかったもん。なんかあのお金もらいますって言われて、えっ、好きなことやってお金ももらっちゃっていいんですかってなった。でもそれは未だに思ってるわ、好きなことやってお金もらっていいのってなってるわ。でもまあそれでね、あのいただける分には頑張って祭りも働きますって思いますね。うん、いや最高やな。いやでも本当に最高だ、祭りが自分で最高だなって思う部分ね、自分の自分の夏色祭りのここが最高は、好きなことでお金をもらえるっていう状況になって、あの好きなものを好きでいられなくなる人って多いと思うんだけど、結構聞くじゃんそういう人って。でもちゃんと好きなままでいられるっていうのがもう本当に最高俺のここが最高って感じではいるわね。うん、お金稼ぐのは簡単なことじゃないよな。いや本当に簡単なことじゃないよ。もらっていいやで、ありがとう、もらう、この朝ごはんのロッテリア代になりました